皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。2023年に WBC 日本代表に選ばれ、チームのエースとして期待されていた東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手。しかし、昨年は好不調の波が激しく苦しみ、今季もここまで期待通りの活躍ができず、苦しいシーズンを送っています。そんな高橋投手ですが、先日妻の板野友美さんと箱根旅行を満喫する様子が公開されており、これがファンの間で賛否両論となっています。ただ旅行に行っただけなので燃える要素はなさそうなのですが、実はこれいろいろと問題があったのです。今回はそんな高橋投手の炎上についてご紹介していきます。2015年に入団し、しばらくは活躍できなかったものの、2021年シーズンから徐々に覚醒していった高橋投手。この年は2軍スタートだったのですが、途中から1軍に昇格すると、6月13日の対福岡ソフトバンクホークス戦でシーズン初勝利を記録し、その後先発ローテーションに定着、打線の援護に見放され、勝敗は4勝1敗にとどまったものの、防御率 2.87、 ウィップ 1.07 と安定した投球を披露し、後半戦からは奥川恭伸投手と先発陣を引っ張り、優勝に大きく貢献しました。2022年には開幕ローテ入りを果たすと、安定した投球でチームを引っ張り、途中で離脱もありましたが、最終的に17試合に先発登板し、8勝2敗、防御率 2.63 を記録、チームの2連覇に大きく貢献し、シーズンオフの2023年1月26日には、2023WBC 日本代表に選出されることに。オーストラリア戦のみの登板でしたが、見事無失点で抑えています。しかし肝心のシーズンでは不安定な投球を繰り返し、自己最多の20試合に登板したものの、4勝9敗、防御率 4.60 を記録するなど期待外れなシーズンに、契約更改では悔しさをあらわにし、 WBC ですごい選手たちとプレーさせてもらって、そこで満足はしていなかったですけど、リーグが始まって最初から最後までいい試合が一試合もなくて、本当に投げていて歯がゆいし苦しいしというシーズンだったので、本当に苦しかった1年間でした。正直言って、だから来年やり返したいなというのは思っていますとコメント。リベンジを決めていました。しかし今季も初登板となった4月4日の広島戦では7回2失点と好投したものの、しかしその後の中日戦や広島戦などで炎上するなど不安定な投球を披露、挙句に登録抹消され、その後2軍で調整を重ねる日々を送ります。その後5月に昇格し、先発ローテ入りを果たしますが、13日のソフトバンク戦では大乱調、自滅投球で4回途中7安打5失点で KO されてしまい、その後も好不調の波が激しく、いい時と悪い時の差が激しいことに、6日終了時点で17試合に登板し、5勝8敗、防御率 4.08 と微妙な成績となっています。そんな高橋投手ですが、先日妻の板野友美さんと箱根旅行に行った様子を板野さんが公開し、これが物議を醸す事態となっています。2021年1月に高橋投手と結婚した板野さん、同じ年の10月には第一子となる長女ベビチンが誕生しており、今回は家族で旅行を楽しんだ様子。板野さんはこれまで自身の YouTube チャンネルで、高橋投手の故郷京都に帰省し、ゆったりと年末を過ごす様子や、ベビチンが生まれて初めてのサンリオピューロランドを楽しむ姿を投稿、家族団らんの映像を残していました。そして今回アップされた動画は、高橋投手の夏の休みに合わせて家族で温泉に出かけた時の動画をアップ。1日目は旅館での夕食に舌鼓を打ち、温泉も堪能した板野さん、高橋投手とお子さんも登場しており、満喫した様子を見せていました。このように普通に見れば特に炎上する要素はないのですが、現在の高橋投手の立場を考えると、これは炎上してもおかしくないものとなっています。まず高橋投手は先述の通り、今季は活躍しているとは言えないシーズンを送っています。さらに所属チームのヤクルトは現在最下位に沈んでいる状況、ファンにとっても苦しいシーズンを送ってる中でこのような映像を流されると、ファンとしてもイラッとしてしまうのは想像に難くないでしょう。もちろん休息は大事ですし、リフレッシュも必要でしょう。ただ
夏に休みができたとは言いますが、つまりは目立った活躍がなく、オールスターにも出場しなかったためできた休み、野球選手としてはいわば恥ずかしい休みとも言えるのです。実際ヤクルトファンからは、ヤクルトが好調なら夏休み家族旅行は微笑ましい光景かもしれませんが、再開の現状、腹立たしくも感じます。夫がこの時期に休みって不名誉なことって分かってて、奥さんは言ってるの、てか高橋は顔出ししてるの、など辛辣なコメントが相次ぐ始末。つかの間の休息だったのですが、活躍していないのに遊んでると捉えられ、こうして賛否が分かれる事態になったと言えますね。もっとも今回の件、動画に出ていたこともそうですが、何より動画を出すタイミングを間違えたのが大きな話題の理由となっています。現在高橋投手が奮闘してタイトル争いをしているとかなら、まだファンからの風当たりも厳しくなかったでしょうが、この動画が公開される前の試合では高橋投手は炎上しており、監督やファンからも苦言を呈されていました。このタイミングでの公開だったので、余計に賛否分かれることになったようです。そしてさらにひどいのが、この問題後の登板となった9月7日の阪神戦でいきなり大炎上したことです。初回高橋投手は味方のミスもありましたが、連打を浴びて一挙4失点。阪神先発がエースの才木投手だっただけに、失点はしたくなかったのですが、いきなり試合が決まる投球を披露。2回以降は立ち直りましたが、1イニングで炎上するのはこれで2試合連続で、結局この失点が重くのしかかり、高橋投手は敗戦投手に、一体何をしているのかと言わざるを得ない結果となりました。もっとも、この日は打線も全く打てておらず、高橋投手だけの責任ではないのですが、いきなり4失点なので、責任は重大でしょう。これがまだ歴の浅い投手ならいいのですが、高橋投手は今季が9年目の投手、未だに規定投球回に乗ったこともなく、ここまで同じことの繰り返しとなっています。ポテンシャルが高いだけに、モヤモヤするファンも多く、いっそ放出した方がいいのでは、と言われる始末。そんな状態で遊んでいることが動画としてアップされれば、批判されるのは当然ですし、ファンからもより厳しい目で見られるでしょう。今のところ2年連続で不甲斐ないシーズンを送っている高橋投手、ここでしっかり結果を残せれば、まだ見方は変わったんですけど、ここで結果を残せなかったことから、しばらく厳しい目が続くでしょう。果たしてこの批判を打ち消せるほど、ここから大活躍し多くのファンの手のひらをひっくり返してくれるのか、それともこのまま終わってしまうのか、今後の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。